ジョゼメンデスカベサダス・ジュニオルは、ポルトガルの海軍軍人で、フリーメーソン、共和主義者。1910年から1926年まで、続いた第一共和制を終わらせた、革命運動で主要な役割を果たした。1926年5月31日から6月16日までの、期間、大統領、首相を務めた。1910年の革命で、 カベッサダスは、巡洋艦アダマストルでの反乱に参加した。しかし、すぐに自分が成立を助けた、共和政府に失望することになった。1926年、カベッサダスは、マヌエル・ゴメズ・ラ・コスタが、ブラガでクーデターを起こしたことを知ると、それに同調して、クーデターを、リスボンで指揮した。アントニオ・マリアダ・シルバ首相は辞任し、数日後の5月31日、 ベルナルディのマシャド大統領は、カベサダスを首相に指名した。同日、マシャドが大統領職を辞任したため、カベサダスは大統領となった。カベサダスは恩恵派の革命思想を持っており、民主主義政党への影響を除いては、立憲政治に疑問を挟む必要はないと考えていた。しかし、ゴメス・ダ・コスタやアントニオ・スカルカルモナなど他の革命派は彼を、 無能と断じ、1926年6月17日、サカベンでの会議において、大統領と首相の地位を奪われてしまった。後を継いだのは、ゴメスダ・コスタだった。1965年に死去するまで、アントニオ・サラザールの独裁体制への反対運動に3度、参加し、援助を与えたという。ありがとうございます。